そうそう、古谷先生がね、もみ消してくれるわなんていう、比喩の説明しとかなあかんね。あれは比喩なんですよ。何かって言ったら、なんていうかな、ロードスターじゃなくて、それは古谷先生が乗ってた車か。ロードショーとかしないとかな、ロードレース。足元通るとかもワイヤー言ってたやつね。ロードレースの委員長やったかな、やし、だから、超安全ってバコンズとかのことを多めに見てくれるわ。まあ、うちの親父とかに時々挨拶に来よるし、みたいなボンもおるし。いや、それはね、本当に鎌本みたいなボンな。多治見を牽引した家柄たち。これがやばいねんな。ただ、まあ、なんていうの？鎌本と漫画家はちゃうから、全然。うち漫画家ちゃうけどな。どの技術もアマチュアやけど、うちのレベルも。そやけど、そうや、こんな発言も全部アマチュアレベルや。政治発言もめっちゃアマチュアレベルやろ。経済発言もめっちゃ、経済解説もめっちゃアマチュアレベルやろ。何もかもアマチュアレベルやから、うちアマテラスって言われて。アマテラスの語源やで。あ、じゃあ、アマチュアの語源か。アマテラス。んで、結局、もみ消してるわけじゃないよ。多めに見てるわけでもないよ。その任務やんか、今回な。言ったよ。フリーメイソンがイルミナティをあぶり出す。フリーメイソンに潜んでるイルミナティ類型をあぶり出せ。かなり最終コーナーというか、上級ルールというか、なんていうの？要するに、そろそろラスボスが出てくるかな、みたいな。そういうところで結局、フリーメイソン家系に潜むイルミナティを炙り出せ。怖いやん。これは辻家も岡川家も藤原たちもな、食らうわけ。加藤も食らう。まあ、さやかなんか、格好の標的にされたし、うちももちろんその標的にされた。うちの場合は稲荷営かどうかのチェック、非常に厳しくされたわけ。で、朝やかの場合は、イルミナ亭主みたいなエルミナ女かどうかもめっちゃ調査されたわけね。みんなの家系なんかも、なおさらやんか、それやったら。で、その任務やから、もみ消してるわけじゃない。フリーメイソン司令っていうかな、やんか。至上命題。フリーメイソンの中に救うっていうのは、言い方もが誤解もあるかな。フリーメイソンに潜むイルミナティをつまみ出せってみたいな。てめえのせがれでもなっちゅう作戦やねん。だからうちの親も厳しかったりさ。だから、まあ、新年感抜くし、おじいちゃん、あの表現な、もみ消せな、言われた時に。なんかでもこうやってちゃんと言ってたら、あるでって言ってくれはるやん。なんやそれって。役所の会議がちゃうで。今の比喩やから。